機動戦士ガンダムと過敏症者のつながりがあったので、ちょっとまとめてみました。じゃん。ニュータイプ。機動戦士ガンダムの中では、ニュータイプっていう、能力者との、対立が描かれてたりするんですけれども、このニュータイプっていうのが、ガンダムの中で定義づけられている言葉としては、勘の良いエスパーみたいなもの、直感力と洞察力に優れた人々っていうふうに言われていました。そしてこのニュータイプの、能力っていうのは、人の認識力は環境の変化によって拡大する。どれほど普遍的な能力になるかは分かっていないっていうことで、その物語の中での政府はですね、この機動戦士ガンダムのパイロット、アムロ・レイが乗っている艦隊、チームをですね、このニュータイプの集まりとして、どれほどの能力があるのかをテストしようとしたんですね。要はおとりみたいな感じになったんですけども、で、その、敵も実はニュータイプなんですね。ですからニュータイプ同士の、能力合戦みたいな感じになってたんですけれども、じゃあその能力開花者たちね、ニュータイプのキャラは、どんな人がいたかっていうとこんな感じです。それぞれ、他にもいたかもしれないんですけどね、主だった、キャラクター名をちょっと書いています。これがね、赤い彗星シャーって言われてた、アムロ・レイと、敵対している感じの設定ですけれども、アムロよりもシャーの方がちょっと年上なんですよね。で、アムロがガンダムに乗って、まだ操縦がうまくいかない時に、シャアは違う、モビルスーツで、もうベテランで、他の人よりも群を抜いた能力をこう発揮してたので、アムロが出てきた時に、もうその戦力としては、まだまだ素人っていうか、もう相手なんかしてらんないみたいな感じで言ってたんですね。ところがですね、こう大きくなって、このクエスっていう、この子は女性なんですね。これは男性です。クエスが出てきた時に、アムロの方はやっぱクエスよりちょっと年上で、クエスのその操縦に対してね、ガキの相手なんかしてらんないんだって、こうシャアがアムロに言ったセリフをそのまま同じく言ってたりっていうのが、印象に残ってるんですけれども、それくらいですね、能力があっても、操縦のね、慣れっていうのには差がやっぱりあるみたいなんですよね。それで、このシャアとアムロと、クエスの力関係で言うと、やはりシャアが初めてそのニュータイプがとして出てきて、で、その次にかなりアムロの方が進化していたっていう状況で、アムロよりもおそらくクエスの方が、能力的に、ニュータイプの能力的に直感力とかそういうのはすごく優れているような感じだったんですね。そして、アムロが乗っている艦隊の仲間は、このミライさんとセイラさんと、ちびっこの3人がいるんですね。このちびっこ3人っていうのはね、ほんとね、幼児なんですよね。それからセイラさんっていうのは、シャアの妹に当たるんですね。ですけど、ここ敵対してるんですよ。バーサスになってるんですね。でも、やはり兄弟同士なので、殺し合いはしたくないので、守り合ったりとかして、そして大事なこのララーさんっていう人がね、シャアもアムロも、すごく重要な人物として、必要としていた女性なんですね。で、このキャラクターたち、1、2、3、4、5、6、
6,7,8,9 人の能力者、ちょっと見るとこうなのかなって思わせる節があったんですね。宇宙に行くと能力が開花するのかなって。しかしですね、このクエスさんは地球上で能力開花をしてるんですね。そして実際宇宙に行ってモビルスーツに乗ってみて、ますます能力を発揮していったタイプなんですよね。なのでこれはおそらく成り立たないんです、この物語の中で。じゃあこの9人の共通点って何なのかなって見た時に、私はこれが導き出されました。親からめでられてない、まあ愛情飢餓というか親の愛と言ったらいいんでしょうか、まあ愛はあるんでしょうけれどもめでられていない。どういうことかっていうと、まず一番わかりやすいのはこの3人のちびっこなんですね。戦争が勃発してしまって、今すぐこう逃げ道として、ホワイトベースっていうその艦隊に乗り込まなければならないっていう状況で、親を失っちゃってる3人なんですね。そうで、ちびっこ3人で、いつもつるんではいるんですけれども、ものすごい小さいうちから親がいない状態です。はい。そしてこのクエスさんは地球上に いたんですけど、まあお母さんがいなかった、そしてお父さんはなんかちょっと理解してくれてないのでグレちゃったんですね、この子ね。地球上でグレていたまま、そしてアムロに関してはすごくわかりやすかったです。まずお父さんとお母さんが考え方が違っていて、母親は地球上に残って父親は宇宙へ行ったんです。でアムロは父と宇宙に行って、過ごしていたんですけれども、そのお父さんに対してちょっと失望するんですね。お父さんは人間よりもガンダムの方が大事なの？っていうねセリフとかあったんですけれども、まあかなりアムロ自身を見ているんじゃなくってガンダムしか見てないお父さんだったんですね。でそれからアムロが一時地球に帰還した時に、お母さんに会ったんですけど、お母さんはね虫も殺せない子だったのにこんなに変わってしまってっていう、こうかなり悲しい表情を見せたんですね。これはもう戦争なんだよお母さんっていうふうにねアムロは言ってたんですけれども、要は理解されてないわけですね。まあお母さんも、なんか自分の理想の子供に育つようにこうコントロールしようとしてたお母さんっぽい感じでしたね。はい。で次シャアとセイラさんはあの映画のね一番最後の方になってよく分かったんですけども、お母さんを求めてたんですね。お母さんの愛がなかったんでこのララースーさんを、お母さん自分のお母さんになってくれるかもしれない女性だったのにって言ってたんですね。なのでそう自分の母親のように面倒を見てくれて、でなんか巨乳の女性と付き合ってたまあそういう感じだった。ではこの未来さんはどういう愛情飢餓だったのかっていうと、やはりですね親の同士のこう制約結婚みたいな感じで、自分の好きにその人生を歩ませてもらえない家庭だったみたいなんですね。それで一応フィアンセはいるけれども、そのフィアンセもなんて言うんでしょうか、情に熱いわけではない感じなんですよね。すごくもう未来さんはもう命がけの戦いに出ていて、そんな時にですねもうフィアンセの方は死んでしまったんじゃないかと思っていて、そのフィアンセはかなりの一応権力者の方にいたので、まあ、行政的に言えばなんかお役人なので、その役人の力を使って、部下たちにっていうかな、
その未来さんを探させたっていうんですね。それでも見つからなかったと、なので再会した時には生きててくれてよかったっていうんですね。見てる限り、その物語を見てる限り、その未来さんのフィアンセさんは自分にできることを精一杯やっていて、かなりめでている方だとは思うんですけれども、なんか欠けてるんですよ。ちょっとね、なんか愛情がないというか、ちょっと淡白な感じがあったんだよね。で、未来さんはそれに対してちょっとイライラしてて、みんなの前で取り乱してるっていう状況があったりとかしたんですね。まあそんなわけでですね、私が導いたのはこれだなと思ったんですね。究極親からめでられてない。こうめでるって愛するっていう字を書きますけど、目で見ているっていうのかな、見守るとか、その人の状況を見て知って理解してあげて、そして協力をする、できることをしてあげるとか、一緒になってその人のことを応援してあげるっていう、そういう愛情がない、そういう愛情を得られなかった人たちっていうふうに見えました。そしてじゃあなんで能力開花したのかなっていうと、これなんです。自分の身を守るためなんですよね、多分。自分の身を守るために自分だけが頼りだった。アムロもですね、結局そのニュータイプはもしかしたら危険かもしれないっていうふうに言われて、仲間がの一緒に乗ってるはずの艦隊をね、から追い出されてしまうんじゃないかっていう危機感を覚えるぐらいの、まあ仕打ちみたいなのを受けるんですね。だから何度も何度もそのガンダムを乗ることをやめようと、戦うことをやめようとしたりしてたんですね。まあそれを見てね、なんかちょっと私自身が何度も何度も自殺しようとしてるのと重なって見えたりとかもしたんですけれども、まあそのね、生死をね、さまようような、もう本当生死の分かれ目を経験する、そういう極限状態を経験して、何度も何度も経験してアムロ強くなっていくんですね。で、能力の目覚め、そして、自覚につながっていきます。まあ、最終的な映画の中では、もうそのニュータイプの能力が何なのかっていうのがはっきり分かったんですけども、それがまあ一種テレパシーだったんですね。シャアはアムロに対して、同じところにいるんだから、自分ここに現れてるぞと、もし本当のニュータイプだったらそれが分かるだろうと、自分の前に現れてみろっていうような感じで念を送っている、ね、テレパシーを送ってたりとかするんですけれども、結局ね、テレパシーで仲間を救うっていうこともできたんですね。はい。まあそのテレパシーを受信できたのもニュータイプ、まあ、ニュータイプ同士だったんですけどね。声だけを届けるんじゃなくって、その仲間を救うことができたのは、こっちの方向に行ってそこを抜けて、行くと出られるみたいなのを、映像をね、イメージを送ることもできてたんですね。すごいですよね。私たちもこう思いません？なんか言葉で言って全然伝わらない時に、自分の頭の中で出てきてる映像をそのまま相手に送ることとか、そのまま相手に、イメージが伝われればどんなに楽なんだろうって思うことってありませんか？それだよそれとか、あれだよあれとかってよくね、言って、言葉にならない、そのイメージを伝えたくてもその相手に伝わらない時のもどかしさっていうのは多分誰もがちょっと経験してると思うんですよね。それをね、イメージを送ることができてた。いい能力ですよね。めちゃくちゃ、羨ましい感じですね。その過敏症者とどうつながるかっていうとですね、これです。過敏症者って、過敏性
ていうのはもともとその自己防衛能力から来てるものなので、要は発達障害もそうだし、発達障害者っていうのはその過敏性が結構認められている。そしてマルトリートメントっていう話もちょっと違う動画でしているんですけれども、親の不適切な子どもの教育、また親以外にね、社会の不適切な弱者に対する、行動、とかね、言動によって実際に脳が萎縮してしまったり肥大してしまったりっていう変形するっていうのが分かっていて、つまり変形してしまうってことは、まあね、ちっちゃい頃に脳が変形してるってことは発達が未熟になってるので発達障害ですよね。そうなると過敏性も出てきてしまうと。ってことはですね、自己防衛能力に過ぎないっていうことなんですよね。このニュータイプ、アムロとかシャーとかみんなね、その生死をさまよう状態っていうか、もう本当自分が生きるために、自分の身を守るためには、その能力、自分の能力を信じるしかなかったんですね。周りの人だって通信ができない状況になっちゃうんですもん。ね、自分が、はあ、敵が来ると思って即刻避けたりとか、自分が攻撃、あそこにいるっていうのを分かって攻撃しに行くとかね、そうやって、能力がどんどん洗練されて開花していっているわけなんです。それは私たち人間も多分同じ、人間、そう、過敏症者って言われていますけども、過敏症者っていうのはおそらくこうなんだと思うんですね。今この地球上の人間がね、作り出したもので汚染されている、地球上が汚染されている、その汚染物ですね、有害物にいち早く気づいている人が過敏症者って言われているんだと思います。ですから過敏症者はおそらくそのガンダムの世界でいう宇宙に行くことができたならば、もう宇宙っていうレベルで見てね、この機動戦士ガンダムの世界っていうのは世界各国っていうその分かれ、なんていうの、敷居がなくって、もう地球規模なんですね。地球一つが地球人、地球に住んでる人と宇宙に住んでる人っていう二択で描かれているんで、人類っていう、まあ、一つの一くくりで見ると、まあ、つながってきたわけなんですね。なので過敏症者も、この今この時代この世の中では過敏症者っていうふうに言われてますけれども、いやいや、自己防衛っていうか人類にとって有害なものをいち早く気づいているニュータイプなんだよっていうのがちょっと見えてきました。はい、まあ、かなりこの話をですね、かなりのこじつけみたいな風に思われる方もいらっしゃると思いますし、まあ賛否両論あると思うんですけどもね、ただ私がガンダムを見ての今自分が置かれている状況との、重なったよっていうことで、ガンダムを見ての感想でした。リモコン、ストップ。